それでは続いて古墳の状況を確認していきます。6世紀の古墳の状況です。はい、レジュメは4ページになります。まず特徴なんですけれども、赤線引いてください。古墳の規模っていうのが縮小してきます。まず、300メーターを超えるような大規模な前方後円墳は赤線ください、機内だけになります。そこに具体的な例2つ挙げましたけれども、まあ、総計レベルですね。まあ、ただ総計でも、まあ、正直できなくても致命傷にはならないかなという感じがします。岩城塚古墳、それから三瀬丸山古墳という、まあ、大きめの墓を2つ挙げました。で、これわざと挙げてるんです。何かっていうと、機内にある大きめの墓は大規模な前方後円墳なんだけど、それ以外の地域、つまり地方の豪族たちが、例えば大規模な前方後円墳を作ることは許されなくなります。わかります、言ってる。これね、気をつけてくださいよ。中期は500メーターを超えるような前方後円墳がある。一方で後期は、例えばね、大規模な後円墳でも300メーターぐらいしかない。あ、ってことは、後期になったら力が劣る。違います。中央の古墳と地方の古墳というのを比べなくなる。わかる、言ってる。古墳時代中期っていうのは 500m の古墳が機内にある一方で、ほら覚えてないかな、吉備地方、岡山県の瀬戸内側には 370m の前方後円墳があるんですよ。ってことはこれ地方豪族相当力強いですよね。大きめの力も強いかもしれないけど、地方豪族の力も強い。ここまでいい。でそうするとなんて言うんでしょう、あの必ずしも大きめの言うことがね全て通るとは限らない。ところが後期になってくると、もう本当に 300m 超える大規模の前方後円墳って機内しかないんですよ。大きめの古墳しかない。で一方で地方ではそんな大きな墓はないというふうに考えると、大きな力が実は6世紀も強くなってるんだよっていうことが分かるかなというふうに思います。よろしいでしょうか。なんでこんなふうに変化してきたか、背景のところです。赤線ください。一つは大きな権力が強化されて、まあで地方の例えば有力首長の中には没落する連中も出てくると。例えば有楽天皇の時にその吉備地方の吉備氏っていう豪族が滅ぼされてるというような状況下で、わかる、まあ、簡単に言うと、もうバカクソでかい古墳なんか作らなくても大きな権力が強いことは分かってる。だからでしょ、俺の力が強いんじゃっていうのはね、ちょっとやっぱ自信がないところがあるからそういうふうに言うわけで、OK、だから背景の一つ目は大きめ権力の強化、赤字の際古墳により権威を示す必要性が低下してきてる、まあ、そういうふうに理解してもらってもいいです。ただもう一つは、赤字の際文字と仏教の伝来っていう、まあ、ここの部分から多分理解すると分かりやすいかなというふうに思います。まず文字です。まあ文字ですね、あの渡来人によって5世紀に漢字が伝えられました。そうすると権力を示す手段として、まあ例えば文字を使うっていうケースが出てくるわけよ。例えばじゃあうまい文章とか使って、例えばね、田中はいい日本史の講師だみたいなのをさ、分かる。例えば現代においてもさ、例えばね、いろんな塾とか予備校とかの宣伝っていうのをするときに、で学校の宣伝とかをするときに文字を使うじゃないですか。当たり前ですけどね、ここまでいい、まあ、っていう中でその文字の伝来っていうのが一つね。文字で権威を示すんであれば、分かる？紙に文字書いて送れば、分かる？遠くまで送ることができるじゃない。けどね、モニュメント、古墳のような建物っていうのは近くに行かないとその迫力分かんないですよね。分かるでしょ？例えば東京スカイツリーってありますよね。あれ東京のいろんなとこから見えるんですけど、やっぱり隅田のあそこの、なんですか？すぐそばに行かないと、たけーみたいなのは分かんないです。分かる？建物っていうのは近くの人にしか権威を示せないけど、文字であれば遠くの人まで示せるという部分で、文字の伝来っていうのが、まあ、古墳っていうのの、まあ、なんですか、モニュメントとしての、まあ、ちょっとね、存在感が薄まることにつながる。もう一つは仏教で寺です。モニュメントが古墳から寺に変化する。だってさ、これ冷静に考えてみようね。まず土でできてるでしょね、ってことは茶色だよね。で、何？吹石が置かれてるんだろ。灰色だぜ。わかる？それに対してさ、寺が、わかる？柱はさ、朱塗りの柱だって。で、寺には必ず仏像あるんでしょ？仏像って金色だって。でさ、そう考えると、色のコントラストも明らかにこっちの方が優れてる。それからこれはですね、あの文化史のところで説明をするんですけれども、寺っていうのは作るのに技術力がいるんですよ。あ、リンクは貼っておきますから、あの見といてください。はい。って考えると、寺の方がいいですよ。これ東アジア全体で流行してますから。はい。まあ古墳でどっ
ちらかというと日本独自のもので、まあ、別にね独自のものを大切にするっていう考え方も大事かもしれないけど、やっぱり東アジアに流行したものを取り入れるってなるとね、なんかね日本は先行ってるなっていう感じがするじゃないですか。っていう中でやっぱり仏教の伝来、特にお寺を作るっていうことが当たり前になってくるとってことですね。ちなみに仏教が入ってきたのは、まあ、6世紀ですから、まあ、その意味でですね、やっぱ6世紀になるとあの古墳の存在感っていうのが薄まる。これが特徴の3つ目ですね。赤線5歳、古墳の意味合いが変化していくと。つまり赤線5歳、モニュメントから墓になるというところですね。まあ、そのモニュメントから墓になるっていうふうに理解してもらえると、まあ、いろんなことが見えてくるんですね。例えばイグザンプルの2つ目なんですが、この横穴式石室っていう、まあ、あの後期になると一般化するんですね。縦穴式石室、まあ、縦にね古墳の頂上から縦に穴を掘るのではなくて横に穴を掘る、はい、書いておいてください。これ追想が可能になるんです。つまり追想が可能ってことはこれ複数人が埋葬できる。それに対して縦穴式石室はいい、これは基本的に1人です。でこの1人っていうのは超絶力の強い大きみか、例えば地方の有力な首長とかっていうふうに考えられていたんだけど、いい、この追想が可能ってことはこれ複数埋葬するようになるって言った時に当然家族で埋葬するっていう話。我々の感覚に近いでしょ。何々家の墓みたいな、墓って家族で入るもんだっていうイメージなんとなくあるじゃないですか。っていったところで、さあ横穴式石室っていうのはそういうものを、まあ、象徴的に示す例というふうに言えます。縦穴式石室は個人の埋葬が前提なのに対して、横穴式石室は追葬が可能ですから家族の墓だ。わかる。旦那さんが亡くなって奥さんが死んだら、その奥さんを、まあね、同じところに埋葬する。装飾古墳っていう、その石室内を装飾するっていうのは、まず横穴式石室になると分かりますよね。あの内部が、まあ、こう広くなるわけです、石室が。なんでかというと、こう何人も埋葬しますんで、いいですよね。っていう時に、例えばその石室の横の壁ですね、ここを装飾するっていう、まあそういう古墳が出てくるわけよ。まあ、なんて言うんでしょう、例えばね、おじいちゃんがなんかね、一人で寂しがらないようにとか、まあ、例えばそういうような意味合いもありますし、家族が何回も入るわけですから、なんかちょっとやっぱりこう装飾しておこうみたいなね、まあ、そういうような形で、この装飾古墳っていうのも、実はですね、古墳っていうのが、墓の要素っていうのが強まってくるという、まあ、そういうことになります。赤線ください、竹原古墳、福岡県、こっちの方が気をつけてください、こっちの方が次第だと、まあ、盲点になりますので、藤の木古墳はまあなかなか有名ですから、まあ、あのみんな覚えると思うんですけど。まあ、そういうような形で古墳というのは変化していきますねというところです。さあもう一つ、その後期の古墳の特徴としてはですね、特徴の2つ目なんですけども、古墳を作るですね階層が広まっていきます。赤線5歳、有力な地方豪族だけでなくて有力農民というのも古墳を作るようになります。で群州墳というのがその代表的な例なんですけれども、これはですね、まあ、やっぱりその大和政権の大きみの力っていうのが強くなってくる中で、わかります、大きみの力が強くなってくる中で地方豪族がまあ抑えられていく、いいですよね。地方豪族、例えばね、あの大きみに逆らえば滅ぼされる連中も出てくる中で、まあ、大きみの支配下がまあより深まっていくっていう、まあ、例えばそういうような、ね状況もあります。でそれから、この時期ですね、鉄製の農具っていうのがだん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 普及してきて、有力農民の中に経済力をつける連中っていうのも出てくるんですね。まあそういうこともあって、まあ、有力農民の中にも古墳を作れるようなやつらが出てくる。で群州墳っていうのがその代表的なんですね。群州墳っていうのは基本的にその円墳の集まりですね。円墳をこういくつかこう集めた。だから分かります、基本的には家族の墓なんですよ。例えばこれ夫が入っててその隣に妻がみたいな感じで、こう例えばこれで一族の墓みたいな、例えば同族墓みたいな感じで考えれば、群州墳っていうのはまあ何て言うんでしょう、墓っていうのに要素が強まったことの具体例としても説明できるし、一方で例えばね、その同じ村に住んでた連中が例えばこう円墳を作って一つの群衆墳を構成するというふうに考えれば、有力農民というのが、まあ、墓を作れるようになったことの具体例として群衆墳があるというふうに説明することもできますと。はい、群衆墳というのは、まあ、あのなんていうんですか、必ずこの鉄製の農具なんかが埋葬されてますから、副葬品として、まあ、あのその鉄製の農具との関わりから一応レジュメは説明をしてあります。よろしいでしょうか。はい、ということですね。以上が後期の古墳の話になります。